長野市の小学校では早いところでは今日から2学期が始まりました、はい、早すぎますね。そうですね、教室には児童たちの元気な声が戻ってきました。おはようございます。朝から元気いっぱい。長野市の湯谷小学校は31日間の夏休みを終え、市内で最も早く2学期がスタートしました。始業式は9時からですが、時間になっても体育館には誰も来ません。夏休み初日から熱中症のリスクがある場所でのこういった全校の行事はまあ避けたいということで、熱中症対策で急遽変更に。開式の言葉。連日の暑さで体育館が暑いということから、児童たちは教室でリモートの始業式に参加しています。夏休みは元気よく楽しく過ごせましたか？お土産話がありましたらぜひ私に聞かせてほしいなというふうに思います。2年生に夏休み中の思い出を聞きました。鹿児島旅行、水族館行ったり。なんか美味しいものとか食べた？うん。何食べた？豚の角煮丼。東京行って東京スカイツリー見て楽しかった。東京と長野どっちが良かった？涼しかった。長野めっちゃ暑かった。スケボー買ってくれたから嬉しかった。お母さんのおばあちゃんが買ってくれた。そうなんだ。それって何？オリンピックだよ。オリンピック見てた。今やりたかったから。すげえじゃん。どのくらい練習したんだよ。3日くらいしかまだ練習してない。スケボー以外にも頑張ったことが。勉強、何が一番大変だった？筆算の引き算です。じゃあ2学期はそれを頑張る？うん。筆算だけ頑張る。他に頑張ること？丁寧に字を書くこと。思いっきり学んで遊んだ夏休み、これから86日間の2学期に臨みます。県教委によりますと、県内の小学校の始業式は23日にピークを迎えるということです。